アメリカ議会下院がこれまで滞っていたウクライナ支援の緊急予算案を可決したことを受けゼレンスキー大統領が感謝を述べましたゼレンスキー大統領は20日、自身の SNS に投稿した動画でこのように述べ アメリカ議会会員でウクライナ支援としておよそ9兆4千億円の緊急予算案が可決されたことに謝意を示しました。また、X への投稿では、民主主義と自由はアメリカが守ることに協力してくれる限り、世界にとって重要であり続け、決して屈することはないとした上で、予算案の可決は戦争の拡大を防ぎ、大勢の人の命を救い、 両国の関係をより強いものとするありがとうアメリカと述べました。